白百合ペット王国。皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属して薙刀の有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会の会長で脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一郎さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅したラジオ番組です。ペットを愛してるから健康のこと、しつけのこと、もっと知りたい、そんな飼い主さんにお送りするペット情報満載の30分番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。この番組はペットと共に眠れるお墓を企画の石の大木と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聞きください。白百合ペット王国。茶子さん、はい。暑さ寒さも彼岸までって言うんでしたか。そうですね、昔からよく聞く言葉ですよね、はい、季節の変わり目をうまく表現していると思いますよ。これはしのぎやすさを待ちわびる期待感が先行した言い方、うん、で実際には彼岸が過ぎてもまだ残暑が残ったり、またこの予感の厳しさは残ると、で栃木では暑さ寒さも彼岸まで、息子の意見も二十歳までというところもあるようですよ。もう二十歳というと成人した子供には親があれこれ意見しないようにっていうことでしょうかね。そうですね。また3月後半にはいろいろな記念日があります。それは茶子さんから解説願いたいと思います。はい、3月22日放送記念日です、はい、放送記念日とは NHK が1943年、昭和18年に制定した記念日のことです、うん、また3月23日は世界気象デー、世界気象機関 WMO が定めた世界気象デーです。さらに3月25日が電気記念日、明治11年1878年工部省電信局は万国電信連合に加盟する準備として東京小引町に電信中央局を設け、その開局祝賀会を東京虎ノ門の工部大学校の講堂で開催しました。それが電気記念日となりました。最愛のペットと一緒、ついの住処作りのお手伝いは石の大木にお任せください。電話フリーダイヤル0120-417-548 0120-417-548 良いな石屋。
白百合。白百合。白百合。あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー。お問い合わせご相談は 04-2928-0900 まで。白百合ペット王国、今回は私のペット自慢ということで大変珍しいものを飼われております所沢市内のももクロパパにいろいろとお伺いいたします。はい、あのももクロっていうとアイドルグループで、はい、桃色クローバー Z っていますよね、はい、これ聞いた時にね、うんって思ったんですけど、はい、実はウーパールーパーという、はい、あの両生類なんですけどね、はい、2匹桃色と黒色のウーパールーパーを飼っていらっしゃる方なんです。はい、ももクロパパ、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずこの珍しいペットを家族に迎えた経緯を教えていただけますか。はい、うちのこのマンションがですね、はい、ペット不可で、はい、犬猫が飼えないということで、うん、何か飼いたいなと思っていろいろ考えてた時に出会ったのが、はい、ウーパールーパー。あの名前はあるんですか。はい、もう見た目で決めちゃったんですけど、はい、桃色の桃、はい、で黒色の黒。じゃあ私が最初に言った通りだ桃色と黒色だそうなんだ。で呼ぶと自分のことって分かるものなんでしょうか。なんか分かってるのか分からないのか分かんないんですけど、もともとウーパールーパーはあまり目のいい動物じゃないのでかす、うん、かにこう人が動いてるぐらいだと分かってると思うんですけど、でも私は分かってくれてると思ってます。なるほど。あのウーパールーパーって、はい、あの1985年頃ってあの言いますので30年前くらいだと思うんですけど日本にやってきたと。でピンク色の体でこのつぶらなお目目、そして顔の両側にあるひらひらがとっても特徴的でキャラクターとか歌になるくらい大変なブームになったっていうことで、もう両生類のファンなら飼ってみたいペットだって聞いたことがあるんですけれども、私も子供を連れてわざわざウーパールーパー見に行ったことがありましてね、はい、ああ可愛いなって思ったんですが、ここのももクロパパさんのところのウーパールーパーちゃん、はい、結構大きいですよね。大きいです。30センチ弱ですね、2匹とも、うん、もう普通ですね、ウーパールーパーは餌を1週間に1度ぐらいあげればいいって言われてるんですけど、はい、ちょっともう親バカなもんでちょっと毎日あげすぎちゃいまして、はい、もうすごい大きくなっちゃったって感じですかね。はい、今ねこう大きくなったっていうことなんですけれど、はい、そのここのマンションに座れるのがペットを飼えるのがたまたま出会ったこの子たちだったっていうことですよね、はい、今年は何歳ぐらい。もう5年以上は、はい、前に飼って、うん、たまたま寄ったそういう何ですか、何でしたっけ、水族館じゃないや、はい、ペットショップ、はい、そこで、見つけて売れ残ってたんですよ。で最初一番最初に行った時は、うん、1匹3000円でいいよって言われてたんですけど、何回か通って物欲しそうにしてたら、うん、2匹で3000円でいいよってことになりまして、はいはい、もう即決で連れて帰ってきちゃいました。あの今ねあの水槽の中に入っていますが、はい、これをあの飼われる時、はい、その設備というか飼うための環境っていうのは、はい、どんな風に気を使われたんでしょうか。もうあのペットショップ屋さんに聞いたら、はい、もうあの金魚とかを育てるような感じで、うん、もう普通 の, あの金魚とかと同じ設備、うん、もうあのフィルター付き、水の循環器と、うん、あと水のプクプクするはい、やつがあるんですけども、酸素、はい、酸素を取り入れるやつ、はい、あれをちょっと多めに入れて、うん、やるぐらいで、うん、もうあとは冬場にヒーターつけてあげたりとか、
水温の水温計とかつけたりとか、そういうことをするだけです。もう何も変わらないですね。そうなんだ。 あそこの、ね、水槽の手前に、はい、今21度でしょうか、はい、温度管理されているんですね。はい、そうですね、ウパルパは、うん、適温が5度から25度って言われてて、それでだいたい20度ぐらいだと一番過ごしやすいかなと思って、だいたい20度ぐらいに設定してあげました、うん、じゃあ、熱帯魚を飼うのと同じようにね、そうですね、温度管理は大事なことですね。すごい大切ですね。寿命ってどれぐらいのものですか？はい、基本5年から6年って教わったんですけど、はい、私もインターネットとかでいろいろ調べたら、うん、最高で25年生きたっていうのもいるみたいです。そこまで育てたら随分大きくなるでしょうね。あーですね。もうだいたい30センチぐらいが限界らしいんですけど、うん、はい、25年っていうとあと20年ぐらいですよね。もうちょっとどっちがもう先に死んじゃうのかなみたいな。はい、頑張って育てたいと思いますけど。あるペットショップで白蛇を見たことあるんです。あ、はい、これはですね、価格が100万円、これ税抜きって書いてありましたが、まあ、さっきお値段のこと言われてましたが、はい、これの値段っていうのはどういうふうなものなんでしょう？普通にペットショップでは2000円前後で、うん、ちっちゃいもう赤ちゃん5センチ前後のやつで売られてることが多いですね、うん、それでここまで30センチぐらいまで大きいので売っちゃうと、うん、もうちょっと可愛げがないというか、本当にもう最初みたいな顔してるので、もうやっぱりちっちゃい方の方が可愛いんで、それぐらいの、うん、ちっちゃい方がやっぱ買いやすいのかなっていう気はしますけども。そうですね、うん、でもやっぱりこれの学名っていうんですか、はい、本当の名前がメキシコ原産で、はい、サンショウウオの仲間って聞いていましたけれど、はい、本当の名前があるんですよね。はい、メキシコサラマンダー、はい、またはアホロートル。はい、アホロートル面白いですね。で、ウーパールーパーっていうのは、はい、俗名といいますか、うん、一般的に使われている名前だそうで、うん、はい、なんでみんなメキシコサラマンダーっていう名前だけ聞くと、はい、すごい凶暴性なイメージがあったり、うん、またアホロートルなんで、うん、みんなアホちゃんアホちゃんって呼んだりとか、うん、なんかそんな感じで言ってるんで、なんかみんなちょっと小バカにしたような、はい、これ日本のそのアホ大阪の方でいうアホではないみたいですけど、違うんですか、何でしたっけ、幼稚な顔をしている状態のまんま、うん、大人になった成熟の個体のことを言うらしいんですけど、うん、はい、それをアホロートルっていうみたいです。そうなんですか、はい、来た時にね、はい、この水槽を見せていただいて、はい、なんかこう手をピュッピュッってこうね、そうなんです、やって近づいてくるような感じがしましたよね、はい、でやっぱりサンショウウオの仲間っていうだけあって、これだけ大きくなると、はい、尻尾の方がシューってお魚の尻尾みたいになっていて、はいはい、そしてこう手でこうパッパって上がるのはちょっとトカゲとかヤモリとか、うん、そんなようなイメージ の、はい、手つきもしますよね。そうですね、それで2匹一緒にいるので、はい、なんかどっか触れ合ってるっていうか、そう、そんな印象もありますね。基本的に、うん、まあ黒いのと桃色って言って、うん、まあ、種類も何種類かあるんですけど、うん、1種類が違うと結構仲が悪いらしいんですけども、うん、はい、うちのはなんかすごい仲が良くて、なんかもう触れ合ってないと嫌みたいな感じならしいんですよ、はい、なんで2匹最初に買ったのも、うん、つがいのつもりで買ったんですね、はい、そしたら男女の区別がつくのが、うん、はい、2歳ぐらいまでにならないとわからない、それがどういうしてわからないのかっていうと、うん、後ろ足のところの付け根がぷくっと膨れるんですね、うん、そうするとオス、はい、なんで、じゃあこの子たちは両方オスなんで、はい、もうおっさん同士がなんかなんですけど、すごいもうラブラブでいつもどっか触れてないと、はい、ぐらいの仲良し2匹です。
ね、なんか兄弟のようなね、うん、楽しいですね。あの一緒に暮らしていてなんかこう発見があるとか、はい、なんかエピソードがあったら聞かせていただけますか。はい、あくびをしますね。あくび、まあ何でしょうね、うん、たまに気づくと口を大きく開けて、うん、なんか水を吸い込んでるんだと思うんですけど、うん、その顔がもうあくびなんですよ、うん、これ水の中でですね、はい、水の中でです。それでだいたい何分何十分かに1回とかは、うん、水面に空気を取り入れに水面に上がってきたりとか、うん、はい、します。でなんか好物何を食べさせているんでしょう、はい、餌って何をあげてるんですか。うちでは、はい、冷凍の赤虫、赤虫、はい、それを2切れから4切れ、うん、はい、それを前に、倍あげてたんですね、はい、そしたらこんなすごい大きくなっちゃってこれはまずいと、はい、ダイエットさせなきゃっていうので、はい、去年ぐらいから半分に減らしちゃったら、うん、もう毎晩のように餌をくれって言って、うん、もう前を通るたんびにもうこっちに寄ってきたりとか、うん、もうアピールがすごいですね。でも餌はじゃあ赤虫ですか、はい、それだけですか。基本的にはうちであげてるのはそうなんですけども、はい、ウーパールーパー用の粒のもありますし、うん、あとエビですとか、うん、甲殻類とか、はい、あとニワトリの心臓とかみたいな、うん、なんかそういうなんかお肉類っていうんですかね、ああいうのも食べたり、なんかね、はい、これ見ていると、はい、尻尾と後ろ足でピュッと立ち上がった時なんか、はい、恐竜っぽい感じがしますよね。肉食なんですかね、やっぱり。そうですね、肉食だと思います。普通にうん、エビじゃないな、うん、なんかそういう肉食っぽいものも食べるっていうのは聞いたことあるんですけど、うんうん、あと冷凍マウスって分かりますかね。ちっちゃなネズミの赤ちゃんみたいなのをこう凍らせた食べ物があるんですけど、それが高カロリーだと聞いて一度あげたことがあるんですけど、すごい元気になっちゃってこれやばいと思って、そうなんだ、精力剤だったのかな、はい、もうすごいなんか元気になっちゃって大変なことになっちゃったので一度、面白い。やっぱり食べるもので元気が違うんですかね。そうですね、やっぱりなんか食欲はもう一年中旺盛ですね。はい、飼い主さんと他の人のこの見分けっていうのはつくもんなんですか、ついてるもんでしょうか。そうですね、やっぱ一匹一匹顔が違うと思うんですよね。やっぱり動物で犬とか猫でも自分の飼ってるものですと分かるじゃないですか。それと同じでやっぱりいろいろ顔にも特徴があって、もうすごい顔近づけるとやっぱり分かりますね。分かります、はい、うん、じゃあウーパールーパーの側からお父さんが帰ってきたよ、お母さんが帰ってきたよってもう反応しますね。します、はい、もうすぐに反応して、その水なんて画面っていうんですか、水面の正面のところに、もうさささっと寄ってきて立ち上がって餌くださいっていう、もうアピールがすごいですね。そうですか。でも水槽の中にいてこうブクブクっていう水槽のね、はい、音はしますけれども、はい、声も発しないじゃないですか。そうですね、ね、とっても静かですよね、はい、飼っていて。で何かこう機嫌がいいとか何か機嫌が悪いとか、うん、そんなのっていうのは分かりますか。機嫌が悪いのは、うん、餌を食べない、無視しますね。へえ、はい、そうなんだ。それで、うん、たまに、うん、水槽の中に土管がウーパールーパー用の大きさのが入ってるんですけど、うん、あれを蹴散らすというか、うん、大暴れして、うん、バタバタって言って、うん、こっちに気を引こうとか、うん、はい、することも、はい、たまにしますね。あと鳴かないことは鳴かないんですけど、うん、水面に空気を取り入れるときに、はい、音がするんですよ、うん、パクッっていう水を吸う音っていうんですかね。それで、今
あの上に吸いに行ったなとかいうのが分かるっていう感じですかね。大きいの、はい、結構あの水をこうズボッとかカッっていう音がするんですけど、そういうのでなんかこうアピールをすることはよくありますね。あの亀さんなんかだと両生類のものは、はい、今空気よくあの吸うというお話ありましたけれども、はい、こう島を作りますよね、はい、でその上で甲羅を干したりとかっていうことありますが、はいはい、水の中とそのこう陸地の、はい、この両生類のこう分け方っていうのがあるんですけれど、ここでは水槽の中に土管はありますけれども、はい、島みたいなそのパクっていうのだけで空気は大丈夫なんですか？そうですね、基本的には水の中で生活っていうのが基本で、うん、それで、うん、まあ、あのちょっと変態してくると、うん、外エラ、今あの外にエラがついてるんですけど、はい、そのエラがなくなって普通の山椒魚みたいになって陸上で暮らすっていうのもいるらしいです。じゃ あ, あのウーパールーパーの中でもその進化育ててるうちにいろんな変化をするっていうものもあるということですか？はい、あのウーパールーパーには、うん、首の周りっていうんですかね、うん、そこにこう右側と左側に外エラと言われるなんかふさふさしたやつが3つずつついてるんですけど、はいはい、それがあの空気の量によって、うん、あのふさふさしたり少なくなったり取り入れる、そこから酸素を取り入れてるので、うん、変わってくるんですね。それをあの、まあ、ウーパールーパーが、自分で判断して、うん、あのこれはいらないやってなったらどんどん それが退化しちゃってなくなったりするっていうのもあるらしいです。あのウーパールーパーってね、はい、すごく再生力が強いってあの聞くんですけれども、はい、そういうのはどうですか？はい、カエルとかでも、はい、あのよく再生医療の実験とかに使われると思うんですけど、うんうん、ウーパールーパーももともとそういう感じで日本に来たらしいんですよね、うん、あ、そうなんだ、はい、で、うん、そこからあの焼きそばの CM、はい、UFO 焼きそばで見たことあります。あれでもともとウーパールーパーが CM で使われたのが初めらしくて、そこからなんか火がついてってことで、ここのとこ下火だったんですけども、はい、あのどうしても買いたいなとかいろいろ探してて、そしたらあの池袋にあのサンシャイン水族館ってございますよね、あそこにいるんですよ、ウーパールーパー。見たことあります、はい、そこへ見に行ったことあります、はい、それであのこれはあの可愛さにちょっとやられてしまいまして、いろいろ探してたら、はい、所沢でも何軒かペットショップ回ったりもしました。あのお友達で、はい、あのウーパールーパー他に飼ってる人とか連絡取ったりとかご存知の方いらっしゃいますか？いや、友達にはいないんですけど、うん、そういう SNS の、うん、コミュニティには入ってますね、うん、やはりあの病気とか、うん、あの知らないことがやっぱたくさんあるので、はい、そういうので、対処する方法とか、うん、餌何あげた方がいいとか、うん、そういうのはありますね。あと情報交換で、そうですね、あの書き込んで、うん、なんかこんな感じなんですけど、うん、これは何でしょうというのを聞いたりとかはしてますね、うん、そうですか。じゃあ最後にですね、はい、共に暮らすウーパールーパーちゃんに何か一言。はい、ですね、もう寿命がやはり平均的には5年6年って言われてて、もうその5年6年になってきてるので、もう結構やっぱりもう何でしょう、もうやっぱり死んだら寂しいので、もう一日でも長くあの、はい、毎日笑わせていただきたいというか、はい、もう笑顔にしてもらいたいっていうのがありますね。結構笑わしてくれるっていうことなんですね。そうです、もうあの変な格好するんですよ立ち上がったりわざと逆さになったり、なんか、うん、なんでしょう、もう2匹同士でなんかつつき合ったりとか、うん、なんか、もう俺あの私になんかこうアピールがすごいので、やっぱかまってちゃんなのかなって感じで、はい、なんでもう一日でも長くこの笑いをもらえるっていうことがやっぱり嬉しいですね。そうですか、
もう今日は所沢市内のももクロパパさんのお宅にお邪魔をいたしまして、いろいろ楽しいお話を伺いました、はい、とても面白いお話をいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日の疲れをすっきり、松葉オイルの入浴剤パインハイセンス、ご用名は石の大き、0120-417-548 0120-417-548、フリーダイヤル、よいな石屋。白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。茶子さん、はい、私どものお客様からこんなお手紙をいただきました。茶子さんの方からご紹介いただきたいと思います。はい。我が家の屋根でスズメが、我が家の屋根でスズメが孵化しました。一羽だけ巣から落下して育ちません。私たち夫婦が親代わりになって面倒を見ました。とても慣れて懐いてくれて、スズメってこんなにも可愛い鳥だとはついぞ知りませんでした。冬で寒いだろうとヒーターをつけてやったりと、至れり尽くせりと思っていたある朝、ヒーターの下で動かなくなっていました。よかれと思った暖房用ヒーターが命取りになるとは、すまないことをしてしまったと自責の念に駆られながら、とりあえず火葬にだけしてもらい、家で供養していきたいと思っています。鶴ヶ島の M さんでした。当番組のワンニャンピーの回答者としてお世話になっている動物看護師の益子元美さんが、熊本日日の新聞紙面の第一面に大きく取り上げられたそうです。一緒に手紙が添えてありましたので、手紙の方を茶子さんから紹介していただきたいと思います。はい。それではペット王国様、最後の日まで空に見送るまで、動物たちが人々と暮らせる、そんな優しい社会になったらいいなと心から願います。そして私は動物看護師として、社会の問題を解決へ、支援できる人として相談室を頑張っていきたいです。こんな私ですが、どうぞよろしくお願いします。ということで、お手紙紹介なんですが、新聞の内容につきましては次回紹介させていただきたいと思います。益子さん、ありがとうございました。いよいよ終盤に入ってまいりました。今日は私のペット自慢ということで、所沢市内のももクロパパさんのお宅に訪問し、いろいろとお話を伺いました。この番組はペットと共に眠れるお墓を企画の石の大きと、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。エンディングの曲は橋井春彦さんで鳥になってを聴いていただきながらお別れです。それでは次回まで、皆さんお元気で。明日のあの空へ、鳥になってゆこう、希望のあの国へ、自由な大空を翼に風を受け、空への憧れが今君を乗せてゆく。鳥になって飛ぼう明日のあの空へ、鳥になってゆこう希望のあの国へ。
で歌おう君のあの歌を鳥になって叫ぼう心の喜びを自由な大空を翼に風を受け空への憧れが今君を乗せてゆく鳥になって歌おう君のあの歌を鳥になって叫ぼう心の喜びを自由な大空を翼に風を受け空への憧れが今君を乗せてゆく